323-4WD は、松田が1985年から1992年まで、世界ラリー選手権で使用していた、ラリー競技専用車である。323とは、ヨーロッパにおける、ファミリアの名称。1981年、ベルギーに、松田ラリーチームヨーロッパ。1982年、BD 型ファミリアで参戦を開始し、 1985年から 4WD ターボの BF 型 323GTX を投入。1990年より1.8リットルに拡大。1987年、1989年、スウェディッシュラリー。1989年、ニュージーランドラリーと、マツダとしても初となる総合優勝を含め、通算3度の優勝を記録した。 しかしバブル崩壊による経営状況を悪化に伴い、ランチや日産と共に1992年をもってワークス活動を終了している。松田323自体の参戦は1982年まで遡る。ラリー・モンテカルロにおいてグループ A クラス5のカテゴリーに出場な80馬力のエンジンながら、クラス1から2位、グループ A の3位5位。 総合54位61位でフィニッシュ。1983年は1.5リットル140馬力にパワーアップ。1983年中盤にターボを追加190馬力まで出力を増強。1985年に 4WD ターボの新 BF 型323が登場。この新 B6 エンジンは260馬力を発生した。 WRC には1986年の最終2戦から参戦。WRC のトップカテゴリーがグループ B からグループ A に変わった1987年からが松田 323-4WD の本格参戦となる。ティモサロネン、セポハルヤンネグミの活躍で第2戦のスウェディッシュラリーで早くも総合優勝を遂げた。WRC ヨーロッパラウンドにおいて 1976年アクロポリス以来の日本車の勝利であった。同年はメイクス選手権で6位、1988年は4位を獲得している。1989年にも2勝を挙げたが、ライバルが2リットルターボであるのに対し、松田 3234WD は1.6リットルターボと、ハンデが大きく、排気量の拡大は急務となっていた。同年は、 メイクスで3位。1990年1後で二百で275馬力を発生する1.8リットルエンジンを搭載した新型 323-4WD がデビュー。当時脅威の新人と注目されていた富間記念が6位に入賞するが優勝は果たせなかった。メイクスランキングは5位。1991年のマシンはハンドリングの向上が見られたがライバルに比べパワーが 不足し、思うような結果を得られなかった。1991年はメイクスボイ。1992年は、モンテカルロとスウェリッシュのみにエントリーし、以降のイベントは参戦せず、ファミリア GT-R をベースにした新型マシンの熟成に当てる予定であったが、バブル崩壊による会社の資金難のため、WRC から撤退となり、日の目を見ることはなかった。 MRTE で開発された、マツダ 323-4WD は1988年から、元フォードの RS200 開発者、アンディ・ソーバーン、元、ルノー・オプジョーで後に、三菱のチーフエンジニアを務めるベルナール・リンダウアー、らによって熟成されていった。ライバルより 200cc 少ない排気量は当時、ベストハンドリングと言われた良好な操縦性でカバーし、 パワー差の出にくいラリーで好成績を収めた。1987年型 323-4WD の1.6リットル B6 型エンジンは、ノーマルの140馬力から260馬力へと引き上げられ、1987年アルゼンチンから6速トランスミッションを投入。4WD システムは、X トラック製で発進、加速時には50、50のトルク配分を行い、 コーナリング時には30、7二変化して、コントロール性を向上させた。マツダ 3234WD は、円のようなコーナリングと評され、スウェディッシュでは、雪の女王と呼ばれた。1990年千個から投入された、新型 BP 型エンジンは、1.8リットルに、拡大され275馬力を発生したが、ライバルは290から300馬力と差をつけられ、 成績アップにつながらなかった。ターボ系の拡大とインタークーラーの容量アップでパワーアップを図った新型のマツダ 323GT-R はマツダワークスの WRC 撤退のため日の目を見ることがなかった。ありがとうございます。